ダーウィン・フィンチ類。ダーウィン・フィンチ類は、風近鳥下に属する、フィンチ類に似た、類縁性は薄い小型種の総称である。南アメリカ沖のガラパゴス諸島、ココ島の島々にのみ生息する。単にダーウィン・フィンチとも呼ばれるが、競技にはこのうちの一種をダーウィン・フィンチと呼ぶ。ガラパゴスフィンチ類とも称されるが、一種、ココスフィンチは、ガラパゴス諸島にいないので不説ともされる。 絶海のことで、しかも地質学的には、新しい火山諸島であるガラパゴスにこれだけの種が、最初から存在したとは考えにくく、また南米に近縁な種が生息することから、ガラパゴス諸島の北東に、かつて存在しすでに海没した島々を伝って、200から300万年前に祖先種の一軍が捕来し、環境に合わせて敵を放散的に進化したことの例称とされる。 ビーグル号の航海の途中に、ガラパゴス諸島に立ち寄ったチャールズ・ダーウィンに進化論の着想を与えたとしてこの名称が付けられている。ダーウィン自身は最初フィンチの際に気づいてはいたが、それぞれが全く別の種。ここでの、種とは、生物学的主概念の種ではなく、俗内い種は、過程度のタクソンと捉えるべきであるのとりでると考えて、重視していなかった。初めて、 これらが禁煙の種であると発見したのは、鳥類学者のであった。は、進化論の着想に影響を及ぼしたのはむしろ、マネシツグミや南米で発見した化石、ロンドンで研究に供されたハトであり、フィンチ類はそれほど大きな影響を与えていなかったと述べた。20世紀に入ってから最初に本格的な研究を行ったのは、鳥類学者のデイビッド・ラックであった。 ダーウィン・フィンチの名は1935年にダーウィンのガラバゴス・ホウシマ100周年記念公演で初めて用られたが、ダックの同盟の書により一般に知られるようになり定着した。ダーウィン自身はこの鳥の最終をいい加減に言ったことを後にひどく後悔した。また、の第二版で、もしただ一種の祖先がトライしこれだけの多様性を持つに至ったとすれば、種の普遍性は、 揺らぐかもしれないと述べたが、著書の中でこのフィンチ類に触れた箇所はわずかである。体長は、おおむね10センチメートルから20センチメートルで、日本の鳥ではスズメに似ている。体重は最も大型のオーガラパゴスフィンチで35グラム、最も小型の虫食いフィンチ属で8グラムである。ただしガラパゴスフィンチの大型個体とオーガラパゴスフィンチ、 ガラパゴスフィンチの小型個体と小型パゴスフィンチなどは見分けるのが難しい。また、大型パゴスフィンチが生息しない島では、ガラパゴスフィンチの大型個体がその生態的地位に収まるなど、個体差や変異が大きい。虫食いフィンチ、マングローブフィンチなどを除く多くの種では、オスは生成熟すると黒または黒と白のまだら色になる。 幼鳥及びメスは地味な土色をしている。すべての種が程度の差はあるが雑食である。近年では観光客や住民の排出する生ゴミを食べるものが増え、生態の破壊が危惧されている。不定期に訪れる雨気の直後に繁殖行動をとり、メスは一度に2個から5個の卵を産み、10日から2週間ほど放乱する。親鳥は2週間から4週間ほど子育てをする。 天敵は、フクロウ類のコミミズク、アシュガラパゴスコミミズクのほかメンフクロウ、アシュガラパゴスメンフクロウやタカ類のガラパゴスのスリも捕食の可能性があるが、重大な天敵とは言えない。20世紀初めのデイビッド・ラックの研究により、それぞれの島で複数の種に分化したフィンチが生息しており、生息状況によって、くちばしをはじめ、特徴、習性が異なることが分かった。 古典的な分類を施したのもラックであった。その後、1960年代からは、鳥類学者、ロバート・ボーマンが、1970年代半ばから、生物学者ピーター及びローズマリー・グラント夫妻のチームにより詳細に観察研究され、現在でも厳しい自然選択にさらされていることなどが、確認されている。グラント夫妻のチームは、ダフネ島を中心に研究を行っていた。 中でも1977年の干ばつと1978年以降の大雨によって、フィンチがどのような影響を受けるのか詳細に分析された。干ばつによる食料の減少によって、1977年はじめに1200羽いたガラパゴスフィンチは1977年末に180羽に280羽いた。 サボテンフィンチは110羽に減少し、10羽いたコガラパゴスフィンチは全滅した。生存した個体のくちばしの長さの平均は 10.68mm から 11.07mm になった。わずか 0.5mm に満たない個体差が生存上有利に働いたとみられ、翌年生まれた子供の平均的な体格も約5%増大した。 しかし1978年以降の大雨によって食料が増えると体格の大きさは不利になり自然選択の圧力は小型個体に有利に働き平均的な体格は1977年以前に戻るような傾向を示した。これは自然選択及び進化が屋外で詳細に観察された初めてのケースと言われている。その他にもサイズの化や 性選択への影響、主文化のメカニズムなどが研究されている。また地上フィンチ、樹上フィンチそれぞれのグループ間では、考察が可能であり、実際に雑種が生まれ一部は反映していることから、生物学的には完全な種に分かれているわけではなく、主文化の途中であると考えられている。創造論者のジョナサン・ウェルズは、著書、進化のイコで、 ダーウィン・フィンチを進化論のインチキが症状であると批判した。例えば寒気が続けば、くちばしは増大を続けると予想できるが、実際は雨気と寒気が交互に繰り返されるのだから、それは根拠のない推論であると指摘する。また種が分化せず、雑種が誕生しているのは種の融合であり、種は分化するはずという進化論の主張に矛盾すると述べている。 しかし現代の地質学は環境が永遠に普遍であるというウェールズの前提を否定している。また、進化論は種は種文化によってのみ誕生すると考えているのであり、瞬時に分かれるとか融合しないとは考えていない。そもそも種がきれいに区別できると考えるのは誤りであり、必ずしも明確に定義できるわけではない。逆に、 ダーウィン・フィンチ類の雑種の繁栄は、種文化のメカニズム解明に寄与するものと期待されている。同書は意図的な曲解が多いと批判されている。系統樹は、サトエアル、バーンズエアル、グラントグラント、ウェアエアルより、ダーウィン・フィンチ類の角族間の系統関係は、ウェア・イートルにより高い角度で求まっており、以前の研究もほぼ整合している。 各族内の系統関係は、グラントグラントによったが、異論も多い、特に、ガラパゴスフィンチ族。ダーウィンフィンチ類の正確な姉妹群は不明だが、DNA シーケンス解析によれば禁煙な群、主として、風近鳥角尾はスズメ族、ヒマユコビはスズメを除く、コクロアカウソ、セントルシアクロシトドが確認されており、それらと共に単系統を形成する。グールドは ダーウィン・フィンチ類すべてを一族に分類し、の四ア族に分けた。これらは後には、独立した族とされた。ただし、ココス・フィンチ族が発見され、和に含められ、ハシブとダーウィン・フィンチ族が分離されたため、現在は、標準的には五族に分類される。生態から、ガラパゴス・フィンチ族は、地上フィンチ、ダーウィン・フィンチ族は、樹上フィンチとも呼ばれる。地上フィンチは、 地上で、種子、一部は花、カミツモを食べ、樹上フィンチは、樹上で昆虫を捕食する。これに対し、かつて、ダーウィンフィンチ属に含められたハシブトダーウィンフィンチは、草食である。なお、虫食いフィンチ属派中食、カミツ食、ココスフィンチは雑食である。ガラパゴスフィンチ属のうちサボテンの花やカミツを吸う、サボテンフィンチと、オサボテンフィンチを属とする。 復活させることもある。またダーウィンフィンチ属のうちキツツキフィンチ、マングローブフィンチを属とすることもある。ただし、ガラーパゴスフィンチ属、ダーウィンフィンチ属内部の系統が不確定なため、これらの分類が系統的かどうかも不確定である。ダーウィンフィンチ類のうち最も祖先の特徴を残しているのは虫食いフィンチ属でアメリカ虫食いに似た。 類縁性はない虫食性の小鳥である。虫食いフィンチ属はそれ以外のフィンチと最も早く分岐し、その後まもなく、ハシブとダーウィンフィンチが分かれ、ガラパゴスフィンチ属とダーウィンフィンチ属が分かれた。ただし、ハシボソガラパゴスフィンチが、ガラパゴスフィンチ属とは別系統で、比較的初期に分岐したとする説もある。またダーウィンフィンチ属のマングローブフィンチが、 虫食いフィンチの近縁だとする説もあった。ココスフィンチの系統位置については、諸説あったが、ダーウィンフィンチ族と島妹群であり、共通祖先が、ここ島に移住し分岐したという結果が出ている。他に、ダーウィンフィンチ族に内包される、あるいはダーウィンフィンチ類の比較的初期に分岐したとする説もある。ダーウィンフィンチ類は、以前は14種とされてきたが、虫食いフィンチ族が、 居住環境の異なる2種に分化していることが判明し、15種となった。しかし、特にガラパゴスフィンチ属内で主観の交雑が頻繁に見られることから、14種以下あるいは16種以上に分類する研究者もいる。大ガラパゴスフィンチ及び、ハシボソガラパゴスフィンチとして所蔵されている古い標本の中に、現生標本とは遺伝的に区別できる全滅種が混在しているという。 指摘もある。国際鳥類学会議によるが、アメリカ庁学会南アメリカ分類委員会も、分類は一致する、通俗名の綴り取りニアシーケンスに違いがある。5属15種。末尾の色付き栄養文字は IUCN レッドリストの格付けである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。